森光築5月5日から1960年は、日本の海軍軍人、海軍航空隊戦闘機搭乗員。総連14期出身、最終階級は注意。第二次世界大戦中には、古豪の撃墜王の一人として知られた。1927年、海兵団、入団。1928年7月、操縦練習生となり、1929年5月、卒業。 1932年の上海事変で、空母家が乗り組み戦闘機体として出動、上海飛行場に進出し、地上自家橋紹介任務に当たる。しかし、間もなく停戦したため交戦なく引き上げた。以後、大村海軍航空隊、空母赤城戦闘機体、横須賀海軍航空隊、立山海軍航空隊で勤務。 日中戦争勃発のため一空想として1938年1月末付で中国戦線の第13航空隊に発令され2月頭に着任。1938年2月18日、観光爆撃に向かう一連空の96立航15機の援護隊長、金子隆隊第3小隊長として参加。13時、 目標の大きい飛行場にて迎撃に上がった中国空軍第4大隊の I-15219 機、I-1610 機と交戦し、I-153 機、I-161 機の K4 機を撃墜するが、うち I-152 機は片透かしによる正面衝突である。中国側の記録によれば、第22中隊の5課内新将位と、第23中隊の 理法省注意と思われる。しかしこの時、森も左燃料タンクを撃たれ、武庫飛行場に着陸した時には、右タンクも燃料ゼロの状態だった。3月に第12航空隊に統合以降も、観光、南省での空中戦に参加。この選考により、歌手間では異例の交互級禁止勲章を授与されるも、撃墜数は記録不明。 1939年1月、本土帰還し、鈴鹿空教員勤務。1940年5月、空想庁に昇進後、予備役に編入されたが即日招集された。太平洋戦線は1942年7月にに、高戦の空母、飛要戦闘機隊に配属され、34歳で最前線に復帰。10月に、激戦のソロモン戦線に進出、空母、 費用の期間故障帰国後、タイはラバウル部員基地で1ヶ月間残留し、連続して立候補援護士がダルカナル攻撃に参加。10月11日には F4 回を撃墜。14日には艦爆1機を撃墜後、被弾不時着して救助された。1943年4月の移合作戦で再度ラバウル戦線に参加2機を撃墜する。 翌月1943年5月に本土機関、少位昇進し、海軍航空技術省で開発テストパイロット勤務。1944年8月に、中尉昇進と同時に36歳で退役。終戦時生存。以降は、郷里静岡に帰郷するも、1960年に病死。公認撃追数は、中国戦線で4機以上、太平洋戦線で5機。 ありがとうございます。